に行こうかな。出発ですね。なるほど、大変だったわね、ソフィーさん。プラフタさんのことも心配でしょうに。はい、けどナミゼルさんと会ったあの場所でプラフタの声が聞こえた気がするんです。その話か。でも俺には何も聞こえなかったぜ。ソフィーさんには悪いけど、私もそんな声は聞いてませんね。そんな、気のせいだったのかな。まあまあ、落ち込んでてもプラフタさんは見つからないわよ。そのために私を探してたんでしょ。欲しいんです。この世界の神様ならきっと何か。そういうことなら協力する。いいんですか。もちろんよ。そんな話を聞いた以上放っておくことはできないわ。やったね、ソフィーさん。うん、すぐに話を聞きに行ってくるけど、ごめんなさい、引き受ける条件みたいになってしまうんだけれど。私にできることなら何でも言ってください。ありがとう。お願いしたいのは、私が受けていた依頼を代わりに進めてほしいって。一つは湿地に出る魔物の退治、もう一つはリーボルトの新しい剣の作成よ。リーボルトさんってさっきまで一緒にいたあの人ですか？ソフィーさんは錬金術師だって聞いたから、多分大丈夫だと思うんだけれど。はい、数は少ないですけど、剣なら作ったことがあるので。なん、それを聞いて安心したわ。リーボルトは町の居住区に行けば会えるはずよ。それじゃあよろしくお願いね。こっちこそよろしくお願いします。ああ、それと敬語はいらないわ、堅苦しいしね。じゃあ私のことはソフィーと呼んでください。わかったわ。それじゃあ行ってくるわね、ソフィー。それにしてもあの子は何考えてんのかしら。このことを把握してないはずもないだろうに。よかったですね、ソフィー。それでどっちの依頼から進めるつもりなんです？まずはリーボルトさんの方かな。町の居住区にいるって言ってたから会いに行ってみるよ。ソフィーじゃねえか。
どうかしたのか？ううん、ちょっと通りがかっただけ。オリオスさんはお仕事かな？おう、俺様はこの世界で大人気の用心棒だからな。依頼が多くてマジで困っちまうぜ。そんなに依頼が入ってるの？俺様より優秀な用心棒が他にいるか？いねえだろ。それが答えだ。その性格が治れば完璧なんだがな。そこも含めて俺様の魅力なのさ。完璧すぎるやつは嫉妬されるし、モテねえだろ。分かった分かった。とにかく今日も頼むよオリオ。安心しろ、俺様が一緒なら世界一安全だからな。つうわけだからソフィー、悪いがまた今度な。ほんとオリアスさんのあの自信ってどこから生まれるんだろう。でもあの依頼人の人って常連さんみたいだし、本当に人気はあるんだろうな。君は確かソフィーだったか。ソフィーの家ミュラーです。ラミゼルさんの代わりに剣の依頼を受けに来ました。代わり？急用でも入ったということか。承知した。てかお前剣なら何本も持ってんだろうが、それ使えばいいだろう。それも考えたのだが、やはり手に馴染む剣の普段使いには一番だと思ってな。手に馴染まねえ武器なんか集めんなよ。ったく、この趣味というだけだ。マニアではない。随分と親しいようですね。言ってなかったっけ、リーボルトさんもオリアスと同じ用心棒なんだよ。見ての通り全然タイプは違うんだけど、なんがいいんだよね。それでソフィー、すまないが剣を作った経験があるか聞いてもいいか。はい、数は少ないですが経験はあります。そうか、少々不安は残るが、ラミゼルがよこした代理だ。信じてみてもいいだろう。ラミゼルさんってソフィーさんが錬金術してるとこ見たことないよね。ああ、まあそうだな。けどあいつ、改めて私はディーボルト・レーベレンツ。頼みたいのはこの剣なんだが。修理をした跡がありますね。あ、どうにかだましだまし使っていたのだが、先の戦いでとうとう寿命を迎えてしまった。折れてこそいないが、もう切ることは不可能だろう。そうだったんですか。大丈夫です、私に任せてください。期待している。さてと、俺も一旦依頼が来てねえか見に帰るか。私もちょっと用事があるからまた後でね。うん、二人ともまたね。さてと、この剣は初めてだからな。失敗できないし、ちゃんとレシピを考えてみよう。
トちゃんと一緒に暮らしてるけど、家族ってわけじゃないよね。僕とアレットに血のつながりは一切ないよ。ただ同じ商人同士で気が合うし、仲も良かったから一緒に暮らそうって話になったんだ。じゃあ最初は一緒に暮らしてなかったんだ。うん、アレットがこの世界に来た時なんだけど、身一つで手ぶらの状態だったんだ。つまり売る商品も何も持ってない、すっからかんの状態ってことだね。うーん、アレットちゃんショックだったろうな。主戦度なところあるからね。だからお金を増やすのに必死だったんだよ。寝る間も惜しんで仕事して、食事を削ってまでお金を増やそうとしてさ。このまま放っておいたらさすがにまずいと思って、一緒に暮らすことを提案したんだよ。そうすれば少なくとも食事の時間には強制的に一緒にご飯を食べさせることができるから。なんていうか極端な行動しちゃうところが。まあそういうところも見てて楽しくはあるんだけどね。同時に放っておけないところでもあるんだよ。ピリカさん優しいんだね。商売に熱心な子は放ってはおけないからね。けどそのおかげで他の調達屋の仕事の時に珍しいものを見つけて、おめえだから結果的にこっちも今は助けられてるし。もうこんな時間、どれが欲しい。これでありがとう。これでいいの？ありがとう。これでありがとう。これでありがとう。これでありがとう。どうも。あ、ひらめいた。どこに行くんだ？よし。うんうん、ここがこうなって、新しいレシピ出来上がり。作れるものが増えたみたい。どれにしようかな。材料はっと。うんうん、なるほど。よし、始めよう。うん、いい感じ。悪くないかも。これはここ。ここにしよう。いいこと起こりそうな予感。悪くないかも。悪くないかも。これでいいかな。パパッと仕上げちゃおう。これで完成。何を作っちゃおう。
どこに行こうかな。未来から来た人もいるんだよね。なのにどうしてロイテールの街は私の時代とあまり変わらないのかな。言われてみればそうだな。今まで気にもしてなかったが。いや気にしなさいよ。ちゃんと理由はあるわ。この世界には確かにいろんな時代の人たちがエルビーラ様に呼ばれて集まってくるわ。けどそんな何千年何万年も過去や未来の世界から連れてこられてるわけじゃないの。ソフィーちゃんの暮らしていた時代から考えると過去に関しては千年くらい前の人もいたわ。けれど未来に関して言うなら100年以上先の未来から来た人は今の。そうなんですね。そういえば500年前のことをプラフタに聞いた時、街並みとか大きく変わっていないって言われました。500年でそんな変わってねえって、成長してねえみたいに感じるな。必要がないんでしょう。現状に困ることがないんだし、これだけの期間問題なく変わらずにいられるってすごいことよ。うん、まあそうとも言えるな。俺さ、オリアスさんが思ってる感じになるには1000年とか2000年は時間が必要かもしれないね。カティさん、こんにちは。ああ、いらっしゃい。もしかして今から食事？それならすぐにノームを呼ぶわね。あ、ううん、大丈夫。ノームくんは忙しそうだし。それよりもカティさんの料理を食べてみたいな。残念だけど今は無理ね。今はって、逆にいつなら作ってくれるの？うん、そういう気分になったらかな。ほら、最高の料理を提供するためにも今日は作れないのよ。今度理由つけて絶対に作らないだろうな。どこに向かいますか？よし。うむ、どうやら思っていたよりもいいものが完成しそうです。やったね、プラフタ。はい、ソフィーのおかげですね。そんな、私はちょっとやり方を教えただけだよ。やり方を教えてくれただけではありません。そばにいること、それも重要なのです。同じ錬金術師がそばにいることで切磋琢磨して技術向上に励もうという気持ちになれますからね。元の世界でもそんな友がいました。おかげで。プラフタの錬金術師の友達ってもしかしてその友達と一緒に頑張ってたんだね。はい、彼と共に互いの研究成果を見せ合い、時には衝突もしながら腕を磨いていったのです。錬金術師の優秀な錬金術師の友というのは本当にありがたい存在です。いい友達なんだね。プラフタから聞いた話と似てる。やっぱりこの子は。新しいレシピ出来上がり。同じ剣でもジュリオさんの使ってた剣とは全然違うな。ジュリオ？うん、すっごく
強くてかっこいい騎士なんだ。騎士ですか。交友関係が広いのですね。改めて考えるとそうだね。フリッツさんって剣士からは人形の構造を教えてもらったりもしたしね。剣士から人形の構造を。不思議な方もいたものですね。でもそんないろんな人たちと出会ったおかげで私も錬金術師としてすっごく成長できたんだ。なるほど。いろいろな専門家との出会いというのは確かに錬金術の成長にも大きく影響しそうですね。いい話を聞けました。それじゃ剣の材料が足りてるか確認してみよう。何を作っちゃおう。材料はどうですか？気になるところがあれば言ってください。
いや、強度はもちろんだが、バランスがいい。まるで手に吸い付くような感覚だ。家事の参考にもなる素晴らしい剣だ。見事な仕事だ。ありがとう。いえ。でもリーボルトさんって自分で家事もやるんですか？いついかなる状況であろうと、最低限己の武器を手入れする技術は必要だからな。それに強い武器を作らねば奴を撃つことはできない。奴？黒い鱗を持つ竜だ。恐ろしく凶暴な魔物でな。もし奴を見かけるようなことがあれば教えてもらえると助かる。わかりました。見かけたらすぐに伝えますね。ありがとう。ところでソフィーは離れ離れになった家族を探しているのだったな。剣を作ってもらった礼と言ってはなんだが、私にもその手伝いをさせてもらえないか？本当ですか？すごく嬉しいです。期待に応えられるよう全力を尽くそう。早速なんですが、ラミゼルさんが受けていた魔物退治の依頼に付き合ってもらえませんか？もちろんだ。この剣の切れ味も確かめさせてもらうとしよう。ありがとうございます。それじゃあ一緒に湿地まで来てください。どこに行くんだ？どこに向かいますか？
いらっしゃい。何を買うんだい？ひまりこのアイドどうも。また来てね。よし、どれが欲しいんだ？これでいいか？ありがとうよ。どれが欲しいんだ？これでいい。ありがとうよ。おう、思いついたかも。こんにちは。どれにしま、また来てくだ。ソフィーの手伝いをさせてもらうことにしたんだ、彼女。へえ、お前も一緒ならどんな相手でも怖くねえや。ああ、共にソフィーを守る剣となろう。おお、男の友情だ。ちょっと暑苦しいけど頼りにしてますね。全員揃いましたし、向かいましょう。場所はアズラの桟橋と呼ばれる湿地です。
どこに行くんだ。隅々まで探索しましょう。金目の桃。ことなく薬くせえな。なるほど、こりゃ効きそうだ。どこに行くんだ。金。ほら、さっさと行こうぜ。隅々まで探索し、草原はいいですね。草木に隠れてない分、サザエも見つけやすいですし。行くぞ。これって素材だよな。てやん、ザクッと。機体は入ったが、これで大丈夫だろうか。別のものが入ったりしてはいないだろうか。素材になりそうな木の実ですね。持って帰りましょう。てやん。さあ、とっておき。一瞬で晴れにできるって便利だな。元の世界でもできればいいのに。
んだかこの辺り荒れてない？ほんとだ。それにまだ新しいみたい。どうでしょう、今は何もないようですが。ズメ、気持ちはわかるけどよ、今はやることがあるだろ。そ、すまない、先を急ごう。ってわけじゃねえけど、さすがに森の中は虫が多いな。てやん！さあ、とっておき。干ばつで苦しんでいたせいか、雨を見ていると心が安らぎます。てやん、ザクッ、見つけた。薬になるものはあって困るものではない。多めに持って帰った方がいいぞ。てやん、うん、これでいい。これこれ、後に続くぞ。
早く抜けましょう。ここはとても不快です。これでいいのか？先がピリピリするんだが、これヤバい毒なんじゃねえか？よく魔物に投げつけていたものだ。まあ握り方を間違えると大怪我をするが、抜けましょう。ここはとても不快です。アズラの桟橋に出る魔物と言っていたが、見当たらないな。へへ、俺様たちの溢れ出るオーラにビビって隠れてるんじゃねえか。ソフィー、あの二人クビにしましょう。待って待って、まだそう決まったわけじゃないんだし。あ、ソフィーさん来たよ。
恐ろしく警戒心が強いな。我々が追いかけても逃げ切れる距離を取っている。なんて卑怯な。ソフィー、こういう時こそ錬金術です。逃げられる前にどうにかして倒す方法を探る。そうだね、一度アトリエに戻って何かレシピを考えてみるよ。どこに向かう？護衛は任せてくれ。よし、行こう。警戒心が強くてすぐに逃げる魔物、多分無理なんじゃないかな。それでどうにかなるならオリアスさんが銃ですぐに撃ってたと思うし。確かに。リーボルトも言ってましたが、離れすぎてるのが問題なんです。どうにかこちらにおびき寄せる方法があればいいのですが。おびき寄せる魔物を、おびき寄せる方法って、餌とか。いくらなんでも単純すぎました。でも単純なものが答えだったりする可能性もあるし、一度試してみようよ。作れるものが増えたみたい。新たなレシピを習得し、新しい道具作れるようになりましたよ。どれにしようかな。振るの大変じゃない？
ですか？
やべえわ。ったく、ジメジメした場所だぜ。さっさと違うとこ行こうぜ。これって素材だよな。ザクッと。この毒は広めた。一度体に受けたことがある。地獄のような一夜だった。どこに行くんだ。どこに向かう。護衛は任せてくれ。よし。うわ、何この煙。もしかして火事。アレットちゃん、ううん、錬金術に失敗しちゃって。失敗するとそんな煙出るの。ご近所さん大変だな。っていうかプラフタに怒られちゃうかも。眠くなってるしね。バレる前に換気し。ソフィーさん、なんか窯の中にあるんだけど、これ成功してない。形にはなったけど、作ろうと思ってたものじゃないの。こういう失敗作って捨てるの面倒なんだよね。なんてもったいないこと。捨てるくらいならこれ私にちょうだい。それは構わないけど、本当にただの失敗作だろ。お気にソフィーさんにはそう見えるかもしれないけど、私の目には掘り出し物に見えるんだよね。そうなんだ。もしかして他にも失敗作があるって言ったら欲しい？あるの？うん、捨てるのが面倒だから見えないところに隠してあるんだ。場所がなくなりかけてたから助かったよ。ちょっと顔出しに来ただけですっごい掘り出し物に出会えちゃうなんて、商売の神様に感謝感謝。ソフィー、今後は溜め込まずにちゃんと捨ててください。習得しました。これが魔物の餌のレシピか。
なんていうか、すごそうだね。レシピを作っておいて言うのもどうかと思いますが、あまり作りたいと思える代物ではありませんね。なんか、ある意味ですごい感じになりそうだもんね。はい。とはいえ、レシピを作ったものとして私が最後まで作ります。わかった、お願いするね、クラフター。どれを作りましょう。どの材料にしましょう。どこから取り掛かりますか？さて、どこから取り掛かりますか？取り掛かりましょう。さて、どこから取り掛かりますか？うむ、理論的に考えた場合、まず取り掛かりましょう。いい調子です。ここにしましょう。ここにしましょう。これは期待できそうですね。これでしましょう。これは期待できそうですね。うむ、そうきますか。特性はどれにしましょう。このように最後まで必要に確認。完成です。素晴らしい道具ができました。また腕が上がりました。なんかすごい独特の匂いが。魔物の餌ですよ。匂いが強烈なのは。それなりに強くしないと離れてる魔物のところまで匂いが届かないと思って。生肉と枯れ草、それにおでえが混ざったような匂い。たまにいるからな、すっげえ口のくせえ魔物って。注意しろ。ったく、ジメジメした場所だぜ。さっさと違うとこ行こうぜ。みっけ。ザクッと発見。それでいいんだよ。これこれ。鉱石は
何かとよく使う素材です。絶対に持って帰りましょう。てやん、これでいいかな。こちらの間合いに入ってる。匂いを強烈にした甲斐がありましたね。うん、向こうが夢中になってる間に。ちっ、厄介なのが出やがった。後に続くぞ。すごく痛いよ。なぎ払う。
強くなっちまったぜ。やったー、今度は倒せた。あの餌がちゃんと魔物の好きな匂いになっててよかったよ。だな。おい、アレット。え？アレットちゃん、足に魔物の餌が。まずいな。このままだとアレットに向かって魔物が集まるぞ。やだやだやだ、どうしよう、ソフィーさん。落ち着いてください。とにかく洗い落とせそうな水場を探しましょう。そうだね、行こう。アレットちゃん、取れてよかったよね。すみません、私が作ったもののせいで。気にしないでよ、ブラスターのおかげで魔物が倒せたんだしさ。そうそう、こいつがドジだっただけだろ。うっさい。まあまあ、とりあえず魔物も倒せたし、ロイテールに戻ろうよ。そうだな、そろそろラミゼルも戻ってくる頃だろう。おーい、エル、聞こえてるんでしょ。返事しなさい。何が起きてるかくらい分かってるでしょ。お願いだから返事して。ついたかも。てやっ、やっかいなのが出やがったぜ。ソフィー、一緒に行きましょう。すごく痛いよ。どうだ、手加減はしません。食らいなさい。敵のオーラを解除できそうだよ。一気に攻撃しよう。どこに行くんだ。よし、ラミゼルさん遅いね。エルビーラ様は大樹のところにいるって聞。それが本当かどうかは分かりませんからね。唯一会えるラミゼル以外には
それよりラミゼルがおばあ様かもしれないって話しないつもりなんですか？そりゃ話したいとは思ってるよ。けど結婚もしてなければ子供もいないのよ。いきなり孫とか言っても困らせちゃうよ。だからってせっかく会えたのに話さないのはどうかと。おはよう。二人とも起きてる？ラミゼルさん、今帰ったんですか？ずいぶん時間がかかったみたいですね。うん、率直に言うとちょっと問題があってね。問題？説明するから大樹の前まで来てくれる？あの子にも聞こえると思うし。新しい道具作れるようになりましたよ。どこに行こうかな。してるみたい。オリアさん、どうかしたの？ああ、ソフィーか。ちょっとした悩みがあってな。私でよければ相談に乗るよ。力になれるかはわからないけど。つまらねえ悩みさ。知っての通り、俺様は用心棒だ。それもこの世界で最も優秀で頼れる超用心棒だ。超用心棒って、まあ、うん、頼りになる人だよね。ああ、そのせいか、当然用心棒の依頼が山ほど来る。俺以外にも同業者は結構いるってのにな。さっきも同業のやつに頼まれちまってな。こっちにも仕事を回してくれってよ。なるほど。俺様ちょっと優秀すぎるよな。そのせいで同業者に依頼がいかなくなっちまう。それを思ったらなんだか悲しくなっちまってな。だからって仕事の手を抜くわけにはいかねえ。依頼者は俺様に助けを求めてきているんだからな。けどよ、誰かを助ければ誰かが不幸になっちまう。この螺旋を止めるのは俺様の使命なんじゃねえか。それは一人の人間が抱えるには重すぎる使命だ。俺様は潰れず抱えきることができるのか。どうもソフィー。あれ、くそー、勝手に帰ってんじゃねえ。ソフィーか。こんにちは。こんなところでどうしたんですか？用心棒の依頼者と待ち合わせをしていてな。少し早く到着してしまったよ。そうだったんですか。町の外に行くんですよね。結構。いや、日暮れまでには戻る予定だからな。そこまで遠くではないはずだ。なるほど。
申し訳ない、ソフィー。え？私は生来口数の少ない男でな、オリアスが言うには暗いらしい。気まずい思いをさせてしまっているだろう。そんなことないですよ。私はディーボルトさんのこと暗いと思わないです。とっても落ち着きのある大人の人って感じかな。そうか、気を使わせてすまない。何度見ても圧倒される大きさですね。ごめんね、こんなところまで来てもらって。いえ、でもどうして夢の大樹の前で話すの？あの子、エルビーラにも聞こえるようによ。まさかエルビーラがこの大樹の近くにいるという話は本当なんですか？そうよ。いつもなら大樹の前にあの子がいる別の空間への入り口が現れるはずなの。でも今はその入り口が出てこなくて、呼びかけても全然反応がないのよ。それってエルビーラ様に何か起きたってことですか？かもしれないけど、違う可能性もあるのよね。違う可能性？ソフィー、お願いがあるの。エルの、エルビーラのところに行くための道具を錬金術で作ってもらえないかしら。え？な、冗談ですよね。そんなこと錬金術師にできるわけが。本気よ。っていうか、私じゃどうやったってそんな道具作れないもの。けど自分にできないことをしたいときにはできる人にお願いすればいい。だって錬金術は目的じゃなくて手段なんだから、できる人を頼っちゃうのは悪いことじゃないわ。はあ、そういえばあなたの夢はみんなで幸せになることでしたね。そういうこと。みんながいい方向に行けるなら手段なんて関係ないの。それでどう、ソフィー、頼めるかしら？もちろん、手伝えるところは手伝うわよ。わかったよ、ラミゼルさん。それがプラフタを探すのに必要なことなら、エルビーラ様のところに行く方法考えてみる。ありがとう、ソフィー。よろしくお願いね。はぁ、あ、呆れて物も言えません。あら、プラフタは手伝ってくれないの？手伝いますよ。あなたに任せたら何をしでかすか分かりませんし。よーし、早速アトリエに戻ってレシピを考えよう。場所をつなぐつもりならもう少し詳しい情報が欲しいですね。間違ってとんでもないところにつながりかねませんし。ラミゼルさん、他の場所からエルビーラ様のところに行ったことはないんですか？そういえばいつも大樹の前だった。
そこ以外から入ったことはないわね。だとすると、あの場所に入り口が固定されてるんだと思う。それを普段は隠してるだけなら、そこまで難しくはないかもしれない。隠している、いや、閉じている、だとしたら、そうだ、あの遺跡に行くときに取った裂け目。そっか、だとすると開けるための方法は、はあ、ほんとこの子たちすごいわ。ソフィー、プラフタ、いいものを持ってきてやったぜ。いいもの？手ぶらのように見えますが。そう、慌てんなって。外に来てくれよ。みんな、こいつは温室栽培機だ。温室栽培？おうよ。この世界の天気が変わらないってのは知ってるだろ。それと似た感じで一定の環境で栽培できるって代物だ。と言っても私たちに野菜を育てる趣味はないですよ。まあそれはそれ、これはこれだ。俺が使ったらただの野菜しか作れねえけどよ、お前らなら何か特別なものが作れんじゃねえか。そっか、錬金術で種を作れば何かできるかも。なるほど、それは面白そうですね。だろ、こいつもやるからよ。錬金術で種を作る参考にしてくれ。任せてくれ。よし、それじゃあ今から簡単な錬金術を教えるけど、準備はできてる？もちろん、いつでも大丈夫。大まかにでも決めておいた方がいいよ。薬にするとか道具にするとか。そっか、じゃあ道具にしようかな。薬よりもそっちの方が複製しやすいし。そうなんだ。それじゃあ早速始めよっか。これは何だろう。かわいいのできたじゃん。え、かわいい？うん、僕こういうの好きなんだよね。それでこれってどういうものなの？残念だけど失敗かな。あらら、そうなんだ。やっぱりそう簡単にはいかないってことか。それにこの見た目じゃちょっと売り物にはならないような。いやいや、売り物にはなるって。むしろめっちゃ売れるんじゃない？この個性的な見た目とっても素敵。僕が言うんだから間違いないよ。やっぱり僕は複製能力とこの溢れ出る美的センスを武器にした方が良さそうだね。
それが一番ないと思ってたんだけど。まあ楽しんでもらえたみたいだし、とりあえず良かったよ。なるほど、そういうことなんだ。作れるものが増えたみたい。新しい道具作れるようになりましたよ。何を作っちゃおう。どれにしようかな。どれを入れよう。まずはあれから。いや、それとも。なるほど。
じ。いいこと起こりそうな予感。いいこと起こりそうな予感。これはここ。ここにしよう。ソフィーちゃん、こっちの生活で何か困ってることはない？ううん、今のところは大丈夫です。アトリエもプラフタが使わせてくれてるし。よかった。でももし何か困ったことがあれば、いつでも私のところへ相談に来てね。はい。そういえばカティさんってイルデビーゲについて。まあね、私この世界じゃ古株だし、だから大抵のことは知ってるつもりよ。でもあまり長くいたら元の世界のことが懐かし、そりゃ懐かしいなとは思うわよ。帰りたいとは思わないの？別に思わないわね。だって特に困ってることないんだし。元々いた世界とは違うのに？ああ、それあれだわ、難しく考えすぎてるだけだから。実際暮らしてみると、外国に引っ越して暮らしてるのと何も変わらないから。家と仕事、友人、そして平穏に暮らせる環境。ソフィーちゃんは来たばかりだからわからないだろうけど、しばらく過ごせばきっと同じ気持ちになると思うわ。私は元の世界でやることがあるから絶対に戻りたいと思ってるけど、でも面白そうだし、それまでにエルデビーゲをいろいろ回ってみてみますね。どんな依頼があるかな。報告しちゃっていいか。助かった。この依頼を報告する？
行くどこ行く。頑張ろう。どんな依頼。いらっしゃいませ、ソフィーさん。お食事ですか？うん、カティさんにお願いしようと思ったんだけど。働きたくない。働かなくていい仕事あればすぐ転職するのに。あ、本当、うちのマスターがすみません。すぐ用意しますので、座って待っていてください。お待たせいたしました。ごゆっくりどうぞ。ありがとう。それじゃ、いただき。お口に合いませんでしたか？あ、うん。美味しいんだけど、なんとなく物足りないような感じがして。そうですか。申し訳ありません。料理はまだまだ修行不足のようです。ソフィーちゃん、ちょっと一口もらうね。おー、なるほどね。お店に出すレベルには達してるけど、気持ち塩を多めにして調理する際の火力は強火で、それで一気に味が深まるはずよ。え？すぐ作り直してきます。ありがとうございます、カティさん。私の分もよろしく。はい、わかりました。頑張って美味しいの作りますね。さてっと、ってわけだからさ、ソフィーちゃん、悪いけどもうしばらく待っててね。そこまでわかるなら自分で作った方がいいんじゃないですか？それは言わない約束よ。はあ、お腹すいたわ。どこに行くの？どれを作りましょう。
どこに行くんだ？さ、出かけるわよ。ロイテールの近くにも結構魔物がいるけど、町に普通にあるぞ。何日か前にも。ああ、魔物が入ってきてるという連絡を受け。おい、じゃあ魔物の被害もあったりするんだ。庭や畑を荒らされたとか、塀や柵を壊されたって感じの被害なら割とよくあるな。ただ人への被害は町の中じゃないな。この町にいる用心棒や傭兵たちが自警団代わりとなって町を守っているからな。小さな魔物の侵入を許すことはあっても、人に危害を及ぼすような魔物に侵入はさせん。町の外で見張ってるからわからねえだろうが、今だって見張り担当のやつが見て回ってるはずだぜ。そっか、そういう人たちのおかげでみんな平和に暮らせてるんだね。なんてしっかり見ることねえが、こうして見ると綺麗なもんじゃねえか。どこに行こうかな。よし、新たなレシピを習得しました。何を作っちゃおう。どの材料にしましょう。うむ、理論的に考えた場合、まずここにしましょう。これでこれは期待できそうですね。いい調子です。これで素晴らしい。ここにしましょう。これは期待できそうですね。行くぞ、フラッシャー。続きます。予想以上の反応です。これで素晴らしい。これでかなは海。素材はこれでいいですか。最後に液を抜かずに完成です。レベルアップです。はあ、あ、虫取り網。はい、すで懐かしいな。危険な場所です。ご注意を。
中だ。早く抜けましょう。ここはとても不快です。食ったことあるような。いや、似てるだけか。よし、頑張っていこう。それ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 。するぜ。くらえ。そこです。やります。課題よ、守ってみせる。するぜ。くらえ。任せてくれますか？ソフィー、背中は任せて。
き払う。無理はするな。ちょっと痛いよ。さあ、なぎ払う。終わったか。てやん。え？連携で行くぜ。こっちだ。さあ、ほらよ、くれてやるぜ。行きますよ。
使えそうだ。どこに向かう？護衛は任せてくれ。